このチャンネルは、ネットに出ているニュースとか、疑問に感じたことなど、メディアの闇など考察した動画です。今回取り上げるのは、産経新聞の、BPO が TBS、ニュース23、の放送倫理違反を認定取材源守れず、についてだ。記事は、TBS の報道番組であるニュース23で、JA の内部告発をした人物が、身元がわかる状況で報道して、身バレした人物が辞職に追い込まれ BPO 違反と判定されたという内容だ。BPO とは、放送論理番組向上機構が正式な名称で、放送上の問題に迅速的確に対応し、正確な放送と放送倫理の向上に寄与するというのが目的のようだ。今回 TBS が、放送倫理違反認定を受けたのだが、違反したところで罰則もない意味のないものだ。今回も TBS は適当に謝罪しただけで、これで終わりという結末だ。BPO の存在の価値なんて正直ほとんどないだろう。次に TBS の過去の不祥事について簡単に紹介したい。一番有名なものが、坂本弁護士一家殺人事件のビデオ問題だろう。詳細は、ウィキペディアなどで確認してほしいのだが。概要としては、テロ組織であったオウム真理教の幹部に、坂本弁護士の教団批判をしたビデオを提供し、最終的にオウム真理教によって、坂本弁護士一家が殺害されたというものだ。悪質なのは、ビデオを渡した事実がないと不祥事をひた隠し続けたということだ。最終的に他メディアが証拠を出したところで、認めたという内容だ。これで対処は、社長の辞任とプロデューサーの懲戒解雇の解雇だけで終わった。次は同じオウム真理教の事件である、松本サリン事件関連だ。概要としては、松本サリン事件で TBS のニュースの森に疑惑の人として、奥様が事件で亡くなった河野義行氏を生放送に出演した時の話だ。番組は、あたかも被害者である河野氏を犯人と決めつけるような質問をし続けた。結果、河野は無実であるのにもかかわらず非難を浴び続けたというものだ。この不祥事で、この番組のニュースキャスターであった現在立憲民主党の国会議員の杉尾氏が番組を降板しただけで終わっており、TBS としてまともな対応をしていない。最後は、TBS のサブリミナル騒動についてだ。サブリミナル効果というのは、画像や音などを使って、意識していない間に意識を植え付けるものだ。例えば、ある映像の中に、見ててもわからないレベルでビールの映像をところどころに入れる。見ている人は、ビールの映像を認識しなくても、潜在的にビールを意識させることができる。TBS は、アニメのシティハンターに朝原将校の顔の映像を入れ、サブリミナル効果を入れたのだ。他にも報道特集という報道番組でも使用されていたという恐ろしい事実がある。TBS は謝罪だけで終わらせている。TBS は印象操作、変更報道が指摘されているか、バレたら謝罪して終わりという、全く改善されているとは思えないというのが個人的な感想だ。このような不祥事が多くても、BPO で指摘されても全く影響がない状況で、BPO の存在する意味はあるのだろうか疑問に思う。